高橋克典さんです。どうぞ。ようこそお越しくださいました。ちょっと振り継ぎじゃないですか。すいません、ちょっとね、豪華なゲストを。いや、すいません、こんばんは。高橋です。今日はお招きいただきましてありがとうございます。いや、こちらこそ、ようこそお越しくださいました。しゃべりにくかったらハンドにしてもらっても大丈夫です。このままで大丈夫ですか。はい、今日なんでスタンドをご用意させていただいたかといいますと、高橋さんに、はい、乾杯のご発声もこのこと。高橋さん、こちらちょっと見ていただいていいですか。お願いします。はい、一般の皆様の撮影はご遠慮いただきたいと思います。すごい、今日はたくさんのマスコミの方にもお集まりいただいて、はい、高橋さんがこういったイベントにご登場されるのってどうですか。あんまりないですね。そうですよね、そして今日はこのイルドフランス号という豪華客船をモチーフにした会場にふさわしく、はいはいはい、いい感じですね。タキシードで、はい、やっぱかっこいいですよね。私こんなにタキシードが似合う人初めて見ました。いや、ちょっとワインのお借りとかを注文されないかどうか心配だった。そんなことない。ちょっと会場に行っていただいてもいいですか、はい、という感じなんですが、実は高橋さんすでに豪華客船デビューを果たしていらっしゃる。はい、はい、豪華客船の番組なんですけれども、はい、BSTUS で、はい、極上のクルーズ機構という番組でございまして、はい、もう5年間ナレーションをやらせていただいております。はい、はい、なのでその中2回ですね、豪華客船で旅にも連れていただきました。例えばこうどんな感じのお船でどんな旅をされたんでしょう。ちょっと残念ながらフランス行ってないんですよ。フランスはプライベートでしか行ってなくて。すいません、高橋さん、そこ行った程度お話しいただいて。あ、そうですか。ありがとうございます。地中海とかね。あ、まあ素敵ですね。あの辺をずっと、行きました。ギリシャとか。なんかやっぱり豪華客船って違うなと思ったようなエピソードとかありますか。今日ね、ユドフランスというそのチーズ、はい、やっぱりそういう皆さんの思考に、いろんな思考に合わせるように、はい、最上級のものが揃えてあるんですよね。お食事もお酒も。そうですね、最上級。そのやっぱりサービスっていうのはすごいなと思って、やはりこちらの趣味の先を行くものを揃えてありますね。7泊ずっと海の上にいらっしゃるわけなんですが、はい、何をして過ごしたりとかされるんですか。そうですね、船はやっぱりどんどんその目が覚めれば次の場所にいて、うん、次の国にいて、はい、で常に、気持ちのいい風が吹いていて、その中で本当に美味しい料理と美味しいワインと、うんうんうん、美味しいチーズと、なるほど、楽しみながら、各国の文化を楽しみながら、うん、本当にこう人生のご褒美みたいなね、そんな旅になりますけれども。いや、ちょっともう聞いてるだけでため息が出そうな。いや、本当に素敵な時間でした。まさに極上のクルーズ機構ですね。さっきから、ね、後ろの VTR にも、はい、イルドフランス1930年代に、はい、活躍した船ということで、そうですね、全部ですね、お部屋が一等級のお部屋が439も、はい、すごいですね、本当に大型の、しかも全部のお部屋のデザインが違ったんです、ね、すごいですね。素晴らしいですよね、やっぱり豪華客船、さっき高橋さんも1週間から12日間お部屋で過ごすわけですから、はい、そうですね、やっぱり乗り心地が良くないと。うん、そうですね、もう今の船はほとんど揺れないですしね。そうなんですね、はい、船酔い自体は強い方ですか。いや、あんまり強くないです。そうなんですね。でも全然揺れないです。へえ、リバークルーズに行ったっては全く揺れないですし。そうなんですね、はい、そんな旅も楽しんでらっしゃる。素敵な旅ですよ ね。高橋さん、今日イベント自体は代官山という、これまたおしゃれなスポットなんですけど、代官山はどうですか。プライベートでお越しになったりとか。そうですね、ぶらぶら散歩もしますし。本当ですか。はい、好きです。ここね、代官山で明日、ね、日曜日までイベントやってるんですが、はいはい、なんか芸能人の方もね、結構多いスポットでもありますから、そうですね、ね、いろんな人が来るんじゃないですか、ねえ、ぜひ皆さんも楽しんでいただきたいと思いますが、はい、イベント自体はアペリティフ、はい、ご存知でした。いや、知らなかったです。でもつまり食前酒というか、そうですね、食事の前に、美味しいつまみを、美味しいものをつまみながら一杯っていうことですよね。そうなんですよね、はい、なんとなく、うん、わかりますけど、仲間とこうね、プラス会話を楽しむのもアペリティフの醍醐味だったりするんですが、はい、どうですか、プライベートではそんな時間いつも過ごしてらっしゃったりします。割とそういうようなことは、わざわざアペリティフという言葉では知らなかったんですけれども、うんうん、今日ちょっと夕食あまりがっつり食べなくていいかなという時には、
あのワインと、うん、あと本当にチーズとドライフルーツと、はい、ちょいちょいつまめるものを置いてですね、おしゃれですね、で息子だけご飯食べて、妻と僕はあのそういう感じで夕食をあの済ましたりします。じゃあお家でもあのワインを召し上がったり、そうですね、ご夫婦とご家族で楽しんでらっしゃる、はい、高橋家は様になるでしょうね。好きですよね。すごく好きです。じゃあ、はい、本当にプライベートでもワインと。そうですね。はい、特に今あの気候がいいですから、ちょっとこう窓を開けてね、あの気に入った音楽かけて、ちょっと美味しいワイン飲みながら、美味しいチーズとかつまみながら時間過ごすと、もうたまらないですよね。やっぱりその時はお家でもタキシードを召し上がって、さすがにそうですよね。ね、ちょっと行ってみたかったんですが、じゃあそういうことにしておきましょう。はい、もちろんです。さすがね、そんな高橋さん、今日はやっぱりイルドフランス、はい、チーズが主役ということで、はい、高橋さんにもチーズをご用意させていただきました。はい、登場していただきましょう。はい、先ほどから皆様にもね、会場内にこのイルドフランスおすすめのチーズ。はい、どうでしょうかね、見た目もやっぱり綺麗ですよね。美味しいです。特にあの高橋さんにおすすめの今日3種類をちょっと召し上がっていただきたいと思うんですが、はい、一番気になるの、はい、あのありますかね、パッと見選んでいただいてどれでも大丈夫です。普段の僕はコンテがすごい好きで、コンテが好き、はい、あとは、ね、はい、この辺ですかね。そして今日はミモレット3種類、これもいいですね。どれからいきますかね、高橋さん。3種類ですか。どれでもいいですよ。じゃあ一番最初に高橋さん、あ、ミモレットからいかがですか。はい、すいません。どれを高橋さんも選ぶんでしょうか。じゃあこれを、はい、はい、どちらに。あ、カマンベールが、やはりね、日本ではすごくメジャーな。じゃあこれを、あ、と見せかけていこうやっぱり好きなところどうぞお召し上がりください。じゃあ高橋さんがコンテを召し上がります。大好きなんですよ。あ、コンテじゃあ、 あの普段から結構召し上がってらっしゃるということで。大好きです。はい、ちょっとね、栗のようなほっくりした感じのチーズということで、はい、どうですか今日このたくさんの人の前で食べるコンテは。ちょっと落ち着かないですはい、まあ、そうですよね、なかなかない機会だと思います。いつもこれぐらいにしとこうと思って大体あの切り分けて載せるんですけど、はい、必ずもう台所に何度も通って、そうね、ライフ付きのまな板を買ってしまいました。なるほどね。あ、チーズ専用の、はい、チーズ専用のまな板をお持ちということで、さすがでございますね。はい、もしよかったらもう一種類ぐらいいきますかね。はい、じゃあこれをカマンベールね。はい、今度このカマンベール、はい、やはりね、あの日本でも非常に人気がある、馴染みのあるチーズですよね。まあ、どなたでも食べやすいというかね。そうですね、女性の方特に好きですよね。そうですね、好きな方多いですよね。はい、今日はこの、ね、カマンベールをふんだんに使ったあのアミューズもご用意させていただきます。はい、ではどうぞ。はい、またすごい注目されていらっしゃいましたけどチーズを食べる姿もかっこいい。もう皆さんメロメロな、目がハートになってらっしゃいます、女性の方々が。ありがとうございます。まあまあそこそこでございますすいません、本当に美味しい、すごい美味しいですね。はい、美味しい。やっぱりカマンベールチーズはね、もう皆さん本当に一度は召し上がったことあるチーズと思うんですが、はい、あのイルドフランスやはり品質の良いチーズを取り揃えているので、はい、例えばちょっと癖のあるあのシェーブリチーズ、ヤギのチーズとか、たくさんご自身はどうですか、こう癖のあるチーズって大丈夫だったりします。あの、ものによりますね。やっぱりちょっとね、苦手な癖のあるチーズも、あのイルドフランスのシェーブチーズは本当に癖がないですよね。そうです、今日はこの上には乗ってないですねこの上は残念ながら、今日はですね、アミューズブッシュというあの見事なあのおつまみをたくさんご用意させていただいて、はい、そういったあのチーズをふんだんに使ったスペシャルメニューがございますので、よかったら ね、 いいね。 あそこですか。そうなんですよ、あとで特別に高橋様の楽屋にお届けさせていただきたい。そうですか、はい、ぜひあの召し上がっていただく。ありがとうございます。はい、はい、というわけでいかがでしたね、このね、たくさんの人の前で登場いただいて、チーズを食べる、あのいつも食べてるんですけど、本当にこんなにあの緊張してチーズを食べたっていうかチーズってどうやって食べるんだっけなというような機会はあんまりないですけど、さすが、カツに乗せるのもよく食べますよ。あ、本当ですか。薄くスライスしてる、あ、素晴らしいですね。形のあれもすごく美味しいですね。確かに今おっしゃっていただいたように、チーズって朝食から、はい、ディナーから、そして おつまみ的な、ね、いろんな楽しみ方がありますよね。はい、はいはい、これからじゃあより高橋さんはイルドフランスのこうチーズを楽しんでいただけそうですね。はい、そうですね、はい、
はい、というわけでスペシャルゲスト高橋さん、この後実はフォトセッションをしていただいて、はい、乾杯のご発声も務めていただけるということので引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、高橋克典さんでした。ありがとうございました。講談の仕組み